お元気ですか？ボクシビです。今回は 2023BBM ベースボールカード埼玉西武ライオンズヒストリー1950年から2023年の開封動画でございます。で、長らくね、ちょっとね、事情によりね、開封動画ができないことをね、深くお詫び申し上げます。で、今後ともよろしくお願いします。ワンパック5枚入りで、ワンボックス5、失礼しました、ワンボックス15パック入りでございますので、前編8パック後編7パックずつやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。まずは前編の8パックでございます。はい、失礼いたしました。では行きたいと思います。前編の8パックでございます。あ、ごめんなさい、前編の1パックでございます。失礼いたしました。で、秋山浩二外野手、元ソフトバンクホークスの監督さんでもいらっしゃいました。で、これは愛斗選手ですね、現役選手でございます。中島博之内野手、現在は読売ジャイアンツでございます。石井義人内野手でございます。小野寺力投手でございます。2袋目でございます。星野智樹投手でございます。石毛博道内野手でございます。元ね、あのオリックスの監督でもありました。岸博之投手、現在はね、楽天に在籍しています。松沼博久、投手でございますね。松沼兄弟のね、これお兄さんの方ですかね、間違ったらごめんなさい。で、タイラー、バンパークレオ外野手でございます。これ懐かしいですね。3袋目でございます。杉山健人投手でございます。金子裕二外野手でございまして、直筆カードで早速できました。これは若田選手ですかね、直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、90分の88でございます。久しぶりのね、直筆サインカードゲットでございます。では続けていきたいと思います。埼玉西武ライオンズと快勝した時のね、これカードでございます。石井義人内野手でございます。4袋目でございます。高木博之内野手でございます。で、新たな黄金時代を目指しての時のこれカードでございます。菊池雄星投手でございます。現在はね、あのメジャーリーガーでございます。元井光雄内野手でございます。ウーデンティン内野手でございます。5袋目でございます。牧田和久投手でございます。で、稲尾和久投手でございます。これ結構ね、皆さんも知ってる、存じてる有名な選手でございます。東尾修監督の下で連覇を果たした時のカードでございます。森友哉捕手でございます。現在はね、オリックスに在籍しております。橋本武尊投手でございます。はい、6袋目でございます。真由美明信内野手でございます。
元ね阪神の監督でもいらっしゃいました。で新たな黄金時代を目指した時のカードでございまして、なんとですね直筆サインカード2枚目出ました。細川徹選手ですね、直筆サインカードでございます。で、ソフトバンク、あ、ダイエーかな、ダイエーか、確かソフトバンクにもね在籍しておりました。でこちらはですね90分の34となっております。なかなかね直筆サインカード2枚出るなんてね、めったに出ないありませんからね、嬉しいです。では続きできます。住谷銀次郎捕手でございます。現在は楽天に在籍しています。で森正明監督でございます。これですね、秋山清原デッドラーデのねこの黄金世代の時の監督でもいらっしゃいました。で横浜の監督もね一時期ね、やっておられました。7袋目でございます。GG 佐藤外野手でございます。で片岡、これ安行内野手でございます。で中村滝也内野手のこちらで、これねカードでございます。こちらはね CL カードで、ね、CL ナンバーは、掘っておりません。でこちらですね西武球団、発足上昇西武の黄金時代の時のカードでございます。で広岡達郎監督でおりあります。で前編最後の8袋目でございます。で東尾治投手でございます。で監督もね経験してます。ちなみに娘さんは東尾理子さんでございます。大友進外野手でございます。でこちらですね田淵光一星ですねの時のカードでございます。こちらはね限定の CR ナンバー入っております。100分の33でございます。昔ね確かね頑張れ田淵くんという漫画もね、あったと思いますけどね、ちょっとあんまりね名前だけ知っております。山崎博之内野手でございます。で最後に栗山拓実外野手でございます。以上で、2023BBM ベースボールカード埼玉西武ライオンズヒストリー1950年から2023年の開封動画前編を終わりたいと思います。前編はですね、なんと直筆、さっき言った通り直筆サインカード2枚というで、嬉しい結果となりました。他にもね限定カード1枚という結果でございます。後編はですね7パックやりますが、多分ですね直筆サインカードは出ないと思いますけどね、もしよろしければ見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。